はい、こんにちは、さすらい坊主でございます。今ですね、オーストラリア西海岸のブルームに来ております。今日ね、6月1日になってしまいましたが、なんでこんなリアルタイムにですね、僕が動画を上げているのかというと、6月1日、さすらい坊主の30歳の誕生日でございました。おめでとうございます。はい、一人でございます。ね。おおめっちゃね、29歳の終わりの日も、30歳の始まりの日も一人だということで、これから一生一人でいます。そんなことを意図してですね、とりあえず30歳になりましたので身を引き締めて、しかしですね、子供の心は忘れたくないのでですね、さすらい坊主はさすらい坊主のまま生きていきたいなと思っております。プラス皆さんに2つご報告がございます。1つ目、チャンネル登録数1000人超えました。ありがとうございます。皆さんの本当に温かいご支援の中ですね、チャンネル登録数が1000人を行くことができました。ありがとうございます。面白い動画をね、上げたいと思ってるんですが、まだまだ自分のね、動画の技術力だったりね、自分のコメント力だったりがね、まだ全然追いついてない状態でございますので、こんな動画だったりとか、こんな動画が結構やっぱ女の子にまつわるようなね、ちなみに、僕の視聴者 99% が男性です。男性の方にね好きな動画が選ばれてましてね、とにかく感謝しております。ありがとうございます。ということで、5月27日にですね、とうとう1000人を達成することができまして、6月1日、30歳になることができました。いい30代のスタートになったんじゃないかなと僕の思っております。ということで3つ目、6月17日、2週間後にですね、さすらい坊主とうとうオーストラリアのワーホリ終了いたします。まだね、たくさん動画がストックがあるので、ファーム情報だったり、自分が本当にファームしてるところだったりっていうのをね、まだ出し切れてないので、これからどんどん編集してどんどん上げたいと思っておりますが、6月17日をもちましてオーストラリアから出発することになりました。日本に帰国でございます。ただですね、これただなんですよ。自分の中ではまだまださすらい坊主のこのYouTube チャンネルもしっかりですけども、これからまたさすらい坊主の旅は始まります。日本で帰って終わりというわけでは全くございませんので、これからのさすらい坊主の旅をですね、楽しみにしてくださる方はですね、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。で、今いつも見てるよって人は高評価もよろしくお願いいたします。はい、今回はとりあえずですね、その3点、30歳になったと、2つ目チャンネル登録数1000人いきました。3つ目オーストラリア生活終わります。そしてこれからもまだね、旅をしますと、し続けますということでですね、終わります。ちなみに明日ブリスベンに行きます。最後にですね、ブルームの夕日をですね、ご覧ください。では、それではさようなら。チャオ。